終わりの国と携帯天皇に隠された関係性はあるのか。建造天皇と携帯天皇が親子だったということを示唆する資料があります。その資料の名前は増見担当書。増見神社さんの関係者のお家で発見されたこちらの本によると、建造天皇と携帯天皇は親子だったそうな。しかしこの本には元ネタとされるものがあり、その本の名前は増見担当書。お名前がそっくりすぎ。増見担当衆は江戸時代の国学者であり、官主であったサブリ清虎さんが増見神社さんの情報をまとめた資料。その中には増見神社さんに関係する天皇の名前が載っているのですが、携帯天皇載ってない。尾張出身の女性と結婚していて、しかも子供が二人もいて、その二人とも天皇にもかかわらず、三人とも出てこない。増見担当衆は、あえて携帯天皇を載せないことで、一体何を伝えようとしているのか。そこに天皇家と尾張の国の隠された関係性があるとしたら。